これからスライディングエクササイズのパラライディングプッシュアップポジションという動作の解説をしていきます。スライダーの方は2枚用いていきます。それぞれの手の下にスライダーを置いて、プッシュアップポジションを取ります。頭からかかとまではまっすぐ保っていきます。でここから、プッシュアップではありませんので、肘は曲げません。肘は曲げないで、互い違いに前後にスライダーをスライドさせていきます。動作中は必ず頭からかかとまではまっすぐ保ってください。